雪の涙。エミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろっていつまで。お待たせしました。ああそうだ、そういえばここは。何か思い出したの？ずっと昔この花を保護していた記憶が断片的に残っています。でもどんどん砂が浸食してきて花もどんどん枯れていって、そういえばその頃から人を見かけなくなった気がします。人間を探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。侵略者を発見。王国騎士団よ、我らが森の王に命を捧げよ。我らが森の王のために。これは月の涙ですね。エミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。
そこにいろって。お待たせしました。やっぱり早っ。ああそうか、ここは昔エイリアンが襲来してきた時のことです。僕はここで地球を守るために必死になって戦いました。エミールさんは？きっと何か守りたい大切なものがあったんだと思います。でもそれが何かはわからない。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。殺していい動物とそうでない動物がいるなんて勝手な話ですね。ためらう権利なんかない。私たちは殺すために作られた兵士だから。そうですね。
敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して許すか。我らが王を守るのだ。あれは。まさか動物の群れのリーダーが機械生命体だなんて。まさか動物の群れのリーダーが機械生命体だなんて。
アクセスポイントからメール受信の連絡。ポット。了解。まだ何も言ってない。オペレーター 6O と 2B の会話を解析。推測。2B はオペレーター 6O に対し何か地上のものを贈答したいと思考している。その通り。提案。貴重な花の写真。
花の写真。報告。過去の記録によると、女性の過半数が植物の生殖器である花を好む。画像データであれば、通信のみでバンカーに伝えることが可能。推奨。砂漠に生息する砂漠のバラの画像データを撮影し、送信する。なるほど。ポット、砂漠のバラを撮影し、オペレーター6-0に送信。了解。画像データの送信を完了。オペレーター 6-0 より 2B さんへ。こちら 2B、 聞こえている。先ほど写真データを受け取りました。ありがとうございます。これが砂漠のバラなんですね。なんだか神秘的な形してます。地球にはこんな豊かな自然があるんですね。バラの他にもたくさんある。ユリや桜にスズラン、月の涙。機会があればまた送る。ありがとうございます。この写真宝物にします。お礼のメールも後で出しておきますね。ではでは。Shit.